皆様こんばんは。サタデー、本日も子供たちも実に集中してちゃんとピアノを弾いて上手に弾いてくれております。やはり子供たちはどんどん褒めて褒めてあげることでちゃんと嬉しくなってまた弾いてくれます。本日も徹子の部屋の始まり